まただ、また競馬成人がやってきたぞ、に対する視聴者の反応集。また競馬成人がやってきた。それぞれの騎手の会において、異論のない一番の相棒との勝負を受け付ける。くくく、我こそが精彩だと内輪もめで醜く争い合え。問題なくシンボリルドルフ。誰が一番の相棒なんやろな。選択するとか迷うとかそういう次元じゃなかった。問題なくシンボリルドルフ。一番大事なのは、その機種じゃないとダメだったかどうかだと思います。ルドルフ?あれは安城が冷静な判断できてないので別問題。TM オペラ王参戦。少なくとも皇帝と覇王は顔を出してくるという恐怖。北斗ベガかメジロライアンか。言われた瞬間ゴルシにまたがる内パク。考え直せと説得する周囲。かつてないくらいに無茶苦茶やる気に満ち溢れてる両者。もはや祈るしかない周囲。エリモジョージのことわかってるやつなんて天才以外におらん。天才しか扱えんやつや。普通に真っ当な天才なのに、文句のつけようがない相棒枠に期待の希少難が入らざるを得ないの笑う。わざわざ走りたくないっす?まあいいけど絵が頼んできたなら考えなくもないっすけど。相棒とか何言ってんだてめえ。まあいいけど絵が頼んできたなら考えなくもないけど。準備するか。騎手はノータイムで指名するけど馬の方が嫌な顔しそうなコンビ、もしくはその逆がありそう。松山界からデアリングタクトが北村界からクロノジェネシスが出るかと思われたところに、待てよ、初めての相手は俺だぜ?の声が、前傾。お前の席はないんだよ残念ながら。煽れればそれで良さそう。前傾のことなんだと思ってるんだ。でもそれはそれとして同意する。まや知らないよ。はよガイアフォース乗せろ。なんだよ長沼、急に石神連れてきやがって。もう走らなくてもよかったんじゃないのか?地球大老として何としても出てきてもらいたい豊か会が一番揉めそうなのがな。おぐり、競馬成人相手なのに今回は珍しく召喚されなかったんだが?指定の禁止カードなんで。ゆういちは誰だろ、キングヘイローかコントレイル?乗り換わりなしのプレストン。プレストン、前線騎乗で G14 勝の私が通りますね。岩田パパアンカツあたりわからん。パパは覚醒させてなおかつパパだからこそって意味ではカナロアかな。いやでもパパは俺のジェンティルー、のイメージも強い。どんなさんが別に誰でもいいですけど、って顔してる。アンカツさんは出すかの愛みたいなものがなかなかに強いけど金亀も捨てがたいし。一番手が合ってたのはメジャーって言ってたけど出すかへの愛も強いし金亀への感情も重いしルメール会は旧カンバーとモテオが静かに睨み合っておりますとの情報が。ルメール自身はアモアイが現時点では一番みたいな話あるからな。ルメール騎士的にはアモアイの方が強そうだけど、ハーツは捨てられねえ。あの、的ばかい。ライスシャワーとグラスワンダーが喧嘩してるよ。くそ。競馬成人ネタはいつも平和に進むはずなのに。やべえぞ今回の競馬成人ガチで取りに来てやがる。多分負けたところで大したことにはならなさそうなのが競馬成人のいいところ。競馬成人、お前たちが負けたら弥生賞ディープインパクト記念は弥生賞に名前を戻すぞ。そして競馬成人そっちのけで始まる大丸寺武豊争奪ダービー。競馬成人が都合よく増える武豊を見て腰抜かしてそう。とりあえずスティールボールランの痛い波にバラバラにされそう。ディープトス鈴が立候補してマックイーンは逃げ出して安城取られまくったオグリが密かに狙って、穴枠にドウデュースを入れようと松島オーナーが画策しているところまでは見えた。みんな竹豊肺が気になって成人とか忘れてそう。いや、むしろ成人が実況席にいそう。そして争ってる横で余裕の表情を見せる逮捕とカズオ。タケシと F4 は覆らないだろ。あの友情コンビに打ち勝てるのか ?F4。逮捕は確定でいいと思う。本人どころか陣営まとめて脳焼かれてるからいいぞ。あのレースそっちのけでイチャコラ始めそうなコンビがちらほらあるんですが。スレここまで進んだのにまだミルピーとスケル出てなかったのマジ?あまりにも反論なさすぎるから?異論がなさそうに見えてたる前とのいざこざは多少はありそう。ブルーコンコルドもいる。リッキーは豊か争奪ダービーも気になってるけど今こっちからアプローチしたらベータな会は自分がいけるんじゃないかとも思ってる。ミルコは最愛のネオユニバースと最強のブラメンテのどっちを選ぶのか。ヒルドラメータやバイ空気に競馬成人がそろそろ引き始めそう。お前が始めた物語だろなんとかしろ。流星会なんてみんな、だってキスされたし、って主張してきそうだよ。大丈夫?
修羅場。そもそもどこの何メートルを走るんだ？新潟競馬場の1000メートル。大西、おめえの出番だぞ。残念、サニブが確定しています。確実に勝てる人材がピンポイントで。ダービージョッキーにダービーを勝たせた馬以外の選択肢があるわけないんだよな。短距離なら桜爆心王と思ったけどよく考えたら小島騎士千代の王と2択になりそうだな。特定の馬に対してある程度の期間一人のジョッキーが乗り、かつそのジョッキーの大手馬の中で隔絶した実績を残していて、さらに思い入れが強そうなエピソードがあるとかが条件かな。一つ目はともかく、二つ目が難しい。ラクダ大型か笑いしてるね。勝ちを確信した坊君。見ない会はなんだかんだでなりぶ？見ない勝つには玉もクロス選ぶんじゃねえかな。スプリントが誰になるかな。ヒーローイズカミング。マルタもっと喜べ、ナランフレグ。クリフジ、さ、長吉さん早く乗ってちょうだい。あの頃の続きをしましょう。お前は唯一無二じゃねえか。角田会はノースフライト、ボーノ、ボッケ、ミラコといろんな距離カバーできそう。角田会は、どの手馬が選ばれるのかわからないけどあんまりギスギスはしてなさそうだな。小錦蔵会、セントライト。栗田勝会、新山。吉永正人会、ミスター CB。セントライト、新山、CB もまあ順当に確定だろうから、クラシックについては困らなさそう。マイルは消去法的に大宅ヘリオス、岸重彦かな。他のマイルの実力者は軒並み他の馬に騎手を取られている気がする。マイルはやや消去法でデュランダル池添えか大宅ヘリオス岸重彦が選ばれるか？中立会は菱アマゾンかな。ここは文句なしだね。東の豊かもそうだけど、逃げの名手なのに無二の相棒となると追い込みなのちょっと面白い。メジロパーマー山田、マルゼンスキー中野渡りの二人は確定でいいかな？メジロパーマー山田は OK だと思う。マルゼンスキー中野渡りは竹芝王がいるから NG だと思う。竹芝王も何人か有力なジョッキーがいるから、中野渡り騎手はマルゼンスキーでいいんじゃと思ったけど、そもそも竹芝王の方が多く乗ってるのか。あとミホのブルボンと小島騎手も唯一無二でいいんじゃないか。キングスポイントとか鳥海キャロルとかタヤスツヨシと書いて、一番はミホのブルボンだと思うけど人によってばらけそうな悩ましいライン。柴田正人会はどうなるんや。稲荷とチケットとミホ新山が睨み合いしてそう。この中だとミホ新山かな、全部乗ってるし。柴田正人会はチケゾーでいいのか、出番のない早秀や大臣が推薦状書くぞ。これまでの競馬成人襲来はかなり地球陣営余裕あったのに今回かなり適性分けて仕掛けないときついな。今回の競馬成人の目的はお手馬会内の内輪もめを酒の魚にすることっぽいし、まあいいんじゃない。これまで対競馬成人の切り札だった竹豊&オグリキャップを的確に封じてきやがった。オグリキャップは実況解説席に座ればいいと思う。